石の溶道の芸術、和紙に水彩画。今までずーっとだいたい色紙サイズばっかし描いていたが、これからはちょっと大きいやつで、色紙で大きいやつで書いてみる。これ決断や花つをつぼとごろ、大きくなると写真ではわからないが迫力がある。これ決体の男の頭に花が咲き、太陽が照っている。次、これなんじゃいなというのがテーマ。自分でもよくわからん。次、これなんじゃいなというテーマ。自分でもよくわからん。この頃は自分でもよくわからん絵が多くなった。まあ皆さんも私がわからんぐらいだからわからんだろう。まあ理屈じゃなしに心で見てほしい。